第59回全国高校軟式野球選手権大会第7日は31日、兵庫県の明石東カロ球場で、延長45回までに0対0のまま決着がつかず3日連続のサスペンデッド、一時停止、試合となった準決勝の中京、東海、岐阜、総督、西地祐国、広島が午前9時2分に46回から再開され、 50回表に3点を勝ち越した中京が3対0で総督を振り切り、決勝進出を決めた。45回を投げ抜いてきた中京、松井、総督、石岡の両投手がこの日も登板。47回は中京が西二塁。総督が西一、二塁としたが、共に後続が倒れた。48回も両チーム共に西から走者を出したが、無得点。中京は50回、内野安打と適 冒頭や子球を絡めて虫満類とし、2番後藤が右翼戦に2.2 2塁打を放って均衡を破った。さらに続く小池の東五郎の間に1点を加えた。中京の松井は7 9 9総督の石岡は689球、共に4日間50イニングを完投した。大会の試合規定に基づき、延長は54回までで、勝敗がつかない場合は抽選で決勝進出校を決めることになっていた。 決勝は午後0時半から明石東カロであり、中京は初出場の三浦学園、南関東、神奈川と対戦する。